国土交通委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、岩本強人君及び清水正人君が委員を辞任され、その補欠として三木徹君及び本田明子君が選任されました。日本国有鉄道生産事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から出旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通。